はい、皆さんこんばんは。シミリスのシュです。今回の問題はちょっと複雑そうな図形の問題なんですけど、めちゃめちゃ簡単な問題なので皆さんとやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はじめなんですけど、三角形 ABC を見てください。この時に真ん中が通ってる、真ん中が通ってる。で、その時の交点がここになんですね。点 P ですね。2対1の関係になります。はい、そしたらその次なんですけど、こっちの三角形も見ていきます。そしたら真ん中通ってる、真ん中通ってる、ここの交点を Q とします。はい、1対2の関係です。まあ、こうしておきましょうか。はい、ここが平行になります。そうするとここの長さが1に対して 1+2 で、ここの長さが3です。ってことは、丸1はどうなるかって言ったら、X は、はい、答えは2センチが正解となります。今回の問題は複雑そうで簡単です。それでは皆さんもやってみてください。それではまた、バイバイ。